はい、リップラップの岩崎です。りえちゃんです。こんばんは。この形に戻っちゃった。そうです。今日は久しぶりにいつもの作業モードパターンで、もうね、うん、今日俺も頑張ったし、りえちゃんも頑張ったし、今日ちょっと釣り行ってて、でまあまあお眠モードで、だいぶちょっと気合い入れた、あのロゴ入れとかやって、でも仕事はまあまあ自分の中で100点、いやいい感じでいけたし、いやー調子悪い日もあるよ、俺はもうみんな一緒やから、まあなんとか乗り切るけどね。それで今日はりえちゃん、これガイド巻いてくれて、さっきここにフックキーパー、これ今からりえちゃんにコーティングしてもらいます。これはりえちゃん、シューって川釣りのシューおるやろ、お土産くれた、そう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 、シューの竿をそう、めっちゃこんな4フィートって120センチぐらいなんやけど、そうそう、なんか川、ちっちゃい川やったら長い竿いらんの、いらないんやるね。そうだからこれで短いハイスペックの竿にこいつはしてあるの、ちゃんと、そう巻きにくかった、はい、ガイドもちっちゃいしね。これ 3.5 っていうだいぶ極小サイズなのよ、トップガイドはね。あ、そうちっちゃいし、そうそうそう、柔らかすぎるこうさ、そう、まあリエちゃんはもうあれ、まあ、やもうプロモードやからやるしかないねんけど、最近あのうちにカスタムのでパーツ買いに来る人がカワハギロッドをやってるって言ってやって、で今日来て諦めたって言ってた。カワハギロッドも、そうそう、穂先がこんなペナペナなのよ。そう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 、これでもう挫折したって今日で、ルアーロッドですよ、ルアーロッドって言って、なんかヘビーのヘビーロッド買っていかったブランコ、やりやすいやつ、つまずそっから、そうそうそう、よし、じゃあ塗ってもらおう。液を一対一でしっかり練って、優しく、そうこんな感じ、りえちゃんの小指当てるこの感じ、僕も結構小指を使って、うん、ブレるから、なんか竿に当てながらゲージみたいに使う、この感じがいいと思います。うん、しっかりフックキーパーの根元も今しっかり入りました。キーパーは何なんですか、うん、何をするのですか。さすがりえちゃん気づいたね。読んで字のごとくなんだけど、はい、フック釣り針ね、あ、はい、プランプランルアーついてたりするとプランプランするやんか、はい、あ、危ないし、はい、どっかに引っかかったし、めんどくさいこと起こるから、はい、なるべく、手前に収めときたいの、なるべくね、そうそうそう、はい、でガイドにつけたりもするんだけど、ガイドちょっと距離あるから、はい、こういう、グリップのちょっと先につけると、はい、邪魔になりにくい、ここにじゃあここ引っ掛けたくて、そうそうそう、うん、ちょっとこう、うん、はい、釣りを違うところに行こうとか、はい、小移動するときにそこに引っ掛けて、なるほど、そうそうそう、安全のためにみたいな、うん、プラーンとならないし、あると便利みたいな。あるのとないのと。これが俺もウィンドマスターやるときにものすごい今でも迷ってんねんけど、何回もつけようとすんねんけど、デメリットが出るの。はい、ちょっとね、はい、こういう、まあ、これウィンドマスター、そうそう、こういうところにピュッとつけると、はい、逆にまあリールから糸が出るでしょ。はい、それが、はい、そう、フックキーパーに絡んだりして。ちょっとデメリットもあるの、じゃあ鬱陶しいなって思う、でどっちかを取るんだけど、はい、ちょっと勇気がなくて、はい、形状決まらずで、ウィードマスターの初期モデルはつけなかった。なんかいつかこう針金で曲げたやつとか、まあ、はい、鉄板くり抜いたやつか分からんけどつけたいねんけど、なかなかいいのがないね。
大体そうシンプルなんやけど、はい、あのこれだと針しかかからないのよ。そうですね、うん、そう、はい、あの多分まあリエちゃん、まあ、針だけかかったらいいやんかって思うかもしれんけど、はい、重りを引っ掛けたい時があるの。あ、うん、重りが、はい、まあワームの下に重りがついてるリグがあって、はいはい、そんなんだと重りが一番下に来るからそういうところにつけたいと、はい、そうするとその形状だと重りが引っかからないの、針じゃないから。だから重り引っ掛けるようなフックをフック状に曲げるんだけど、はい、それが今度そうすると糸に絡みやすい、リールからそうキャストの時とか、はい、風が吹いてバックラッシュした時だとかいろいろちょっとデメリットがあると。ついてるのとついてないのがあるのかな。そうやね、だから完璧じゃないね、あると便利なんやけど人によっちゃそれが嫌っていう人もいる。そうそうそう、そんな感じで人によっても取ってくれっていう改良もあるある。つける方が多いけどついてない方が多くて、つける方が多い作業にはなんねんけど、でもついてるから邪魔っていうのは何回かある。フェンウィックの竿とか何回か取った。うん、依頼だった。そうそうそう、依頼があったからつけちゃったと。はい、そんな感じよ。完成がだいぶ見えてきました、うん、見えてきたね、はい、じゃあ、うん、お楽しみに。アシュもうちょっとやで、ね、ロゴを入れなあかんから最後ね。そこにそうそうそう、そこ入れるし、ここめっちゃ大変やねんそれ。もう今でも困ってんねんけど、まあ入れてからのお楽しみということで。じゃあリエちゃんなんかある？涼しくなってきたけど、今日はねちょっと、ね、うん、自分ちょっと着物を着たいのに、うん、なかなか着る機会がなくて。着物着れへんよな、かわいいやん、ね、うん、かわいい。あ、ほんまや、着せてみました。なるほど、着物着るには今が一番、ね、着やすいんです。あ、そうなんや。暑くもなく寒くもなく、でもなかなかイベントもないし、そうなんです。普通に入らんよな。なるほど、茶道をなってるんですよ。お茶を、お茶はいいやね。年に1回か2回ぐらいは、うん、そういうイベントがあるのでお茶会が、はあはあ、その時はちゃんと着物を着れたんですけど、はあ、今はやってないから余計に離れてます。いやいや、だからやらないとたまにな。たまにここにも着物できたらびっくりする。面白いねリエちゃん。ちょっと企画しようぜ。びっくりとっきり、うん、おーみたいな。まあいつちょっとどうなるか分かりませんが、着物をリエちゃんが見えるかもしれませんよ皆さん。うん。ちょっと考えよう、はい、ネタを。オッケー。うん。そうやね。お気をつけてお過ごしください。はい。ありがとうございます。じゃあね。チャンネル登録してね。